げたい塾教務長の中森です。それでは今回も質問に答えていきましょう。武田塾チャンネル。高2からやってるのに偏差値が全然上がらなくて辛いです。まず1日の勉強を、何ができるようになったか、あるいは何ができるようになりたいかっていうのをちゃんとイメージしてやっていくことが重要だと思いますね。例えば単語帳とか数学の問題集とかやってる時に、そのじゃあ例えば今日 何個の単語を正解できるようになったかっていうところをイメージしてやっていったりとか、数学の問題集で一回解いてみて×がついたところを何問正解まで持ってったのみたいなことをやったりとかっていうふうに、まずその何を身につけたくて何が実際身についたのかってことをイメージすることがすごく大事かなっていうふうに思いますね。だからやっぱりその勉強って時間かけたから絶対リターンがあるってものではない、ないわけではないんだけど、やっぱそのリターンが時間に対して効率悪くなっちゃうことっていうのはすごいよくあるんで、まずそのどうやって勉強してって、その結果何を得たいのかってことをちゃんとまず意識するところから始めていくといいんじゃないかなと思いますね。センター最後なので、下位から中堅国立の倍率やボーダーは上昇する可能性ありますか。いやそこよりも中堅の私立の方が安定志向っていうことでボーダーが上がる可能性が高いんじゃないかなと。実際去年もね、難関大学よりはそこなんですよね、結構えぐかったのが。いわゆるその日東駒線三金交流とか、その前後あたりのいわゆる偏差値40後半から50前半ぐらいのところがかなりそのえぐいことになってたんで、そこら辺が結構やっぱり戦いは激しくなるんじゃないかなとは思いますね。国立自体はね、上がることが大学によってないことはないけど、ただその実際医学部でもない限りなかなか全国どこでも行く人っていうのはそんなに多くないと思うから、そこまで変わんないんじゃないかなと思いますけどね。はい、一部は上がるとは思うけどね。やっぱりその例えば去年倍率低かったって言って一部の学部とかに集中するとかは多少なりともあるかなと思うけど、どっちかっていうとやっぱり私立の方が今年も結構ね、過激になるんじゃないかなと思いますけどね。国大文系の高3です。今日過去問解いてみたんですが、国語4割、数学5割、英語3割しか取れません。国語英語は解説でもと納得できるんですが、実際に解いた時にそのことに気づくことはできません。ちなみにセンター国語7割、英語6割しか取れません。でセンター英語は文法が8割くらい取れるんですが、長文が半分くらいです。英語はターゲット9割ほど、文法はヴィンテージ8割、長文はハイトレ1、2やっておきたい300やって今500やってるとこです。並行して解釈は基礎100を1日5個やってます。自分には何が足りてないんでしょうか。これまた今後何をやればいいのでしょうか。一言でまとめると実力は足りないですね。っていうのはショックを受けるかもしれないけど、純粋に北大の問題の方が今やってることより難しいっていうのが全てだと思いますね。でこれは正直、そんなもんですよ。だから要は入試の方が難しかったら点が取れないこと自体はやってないから仕方ないってまず思った方がいいです。ただ問題なのはやってる参考書で取れるはずのセンターの英語が取れてないことですね。そこはやっぱりちゃんと対策していく必要があるかなっていうふうに思います。でまずこれに関しては、形式慣れと読むスピードを上げるっていう、ここかなっていうふうに思いますので、ちゃんとここは、対策していかないといけないかなっていうふうに思いますね。で他の多分数学とか国語に関してもそうなんだけど、解説読むと納得できるっていうのは本当にそれは自分ができるレベルで納得できてるのかっていうのは見た方がいいと思いますね。要は答えが分かるだけだったら正直全然実力足りなくてもある程度できちゃうんですよ。ただ実際本番で与えられている情報を集めて回答で要求されているような回答を記述したりとか選ぶっていうところまで持っていくっていうのとは全然やっぱりハードルが違うんで、そこはやっぱりちょっと見直してみる必要があるかなっていうふうに思いますね。まずその今だからやんなきゃいけないのはセンターで点取ることだと思いますし、基礎の完成度を上げることだと思います。でその上でその北大のレベルの問題集とかをねちゃんとやってって、そこでその上で過去問を同時並行でやっていくみたいな流れかなと思います。現時点では一番の問題はセンターが目標点に取れてないことなので、そこをしっかり対策するように心がけてください。はい、といったところですかね。ちょっと質問がね結構長かったんで、もうちょっと質問をまとめてくれると嬉しいかなっていうふうに思います。ちょっとね長い質問紹介しづらいんですよ、動画の企画的にね。なのでちょっと質問を絞ってもらえると他の人もね嬉しいかなと思います。はい、今回は以上です。学習管理アプリルート武田がなんと大幅にパワーアップしました。英語と数学2科目対応だったところがなんと全科目対応に。武田塾の勉強方法がこのルート武田に全て詰まってます。ルート武田の詳細とダウンロードは概要欄から見れます。ぜひダウンロードしてみてください。